世界史に影響を与えた戦いランキング第65位は太平天国の乱だー。うおー、サムネで知ってたけどー。世界史において太平天国をどう位置づけるかはなかなかの難問だ。難問かい？難問なのかい？世界史全体において農民反乱は数え切れないほど起こっていた。中華史においてそれは時として数十万の単位になり、国家の存亡に大きな影響を与えた。秦の末期に起きた秦将五公の乱、後漢末期に起きた黄巾の乱、元末期に起きた白蓮教徒の乱。宗教勢力と結びついた反乱が多いね。いずれも各中華帝国に壊滅的なダメージを与え、政権交代の大きなファクターとなった。太平天国の乱もその一つなんだね。太平天国の乱について話す前に、当時の中華の情勢について触れておこう。太平天国の乱が起きたのは1851年のことで、当時は秦という国が中華帝国であった。日本で明治維新が起きる少し前の話だね。秦という国は、中華北方に住んでいた女真族が建てた国で、圧倒的少数の女真族が、圧倒的多数の漢民族を支配する構造を持っていた。皇帝はもちろん政府高官の地位も女真族が独占していたんだよね。漢民族にも出世の道がなかったわけではない。科挙に合格すれば高級官僚になることができた。詳しくは、科挙の成立、を見てね。太平天国を引き起こした光秀伝は、まさにその科挙を目指していた。彼は漢民族かい？漢民族の中でも八華の出身だ。八華とは何ぞ？一言で言えば中華北方から南方に移住した漢民族のことだ。どうしてそのような特別な名称で呼ばれるのだい？漢民族は以前は華夏人と呼ばれており、主に黄河流域に居住していた。秦が中華を統一した頃には、長江流域より南方には華夏人と文化などを意味する人々が住んでおり、秦による征服に激しく抵抗した。その代表例がその国だね。秦を滅ぼした項羽は、項秦の英雄である項燕将軍の孫にあたるからな。詳しくは、覇王項羽、を見てね。しかし秦が滅んで漢ができて以降、華夏人改め漢民族は南方へとその領域を拡大し続けていった。言い換えれば黄河文明が長江文明を飲み込んだわけだが、その過程で八華が誕生したと考えられている。南方の人々にとっては、逆、だったわけだね。華北が騒乱に巻き込まれるたびに、北方から南方に移住する人が増えた。秦の崩壊により始まった五胡十六国時代、唐時代の安史の乱、成功の変による北宋の滅亡、明の滅亡と秦の侵攻などがそれにあたる。改めて中華史って激動の連続だね。現在の広東省広州で生まれた広州伝は、地元で神道と呼ばれ将来を嘱望されたが、科挙試験に何度も落第してしまった。そして1837年、3度目の落第を経験した後、広州伝は高熱に倒れることになる。ストレスだろうか。広州伝は高熱のあまり意識を失ったのだが、その際老人から、この世界を救え、と言われたのだそうだ。高熱による幻覚か、それとも夢を見たのか。やがて回復した広州伝は、再び科挙に向けての勉強を再開した。頑張れ広州伝。だが残念ながら広州伝が科挙に合格することはなかった。世の中は、残酷なんだったね。1843年、広州伝はプロテスタントの伝道パンフレットを読んで衝撃を受けたという。そしてその衝撃が、後に太平天国の乱を引き起こすことになる。すべてはここから始まった。ある意味儒教への憎しみだったかもしれない。科挙という試験は、儒教をベースとした管理登用制度だ。科挙への憎しみが高じて儒教への憎しみになったのか。後に広州伝は、各地に存在する孔子像を片っ端から破壊することになる。儒教は孔子が創始したんだったね。孔子さえいなければ、という思いが強かったのかもな。孔子がいなければ科挙もなかったと。広州伝が実際どのように思ったのかはわからないが、彼はその生涯を儒教の否定に捧げたと言っても過言ではない。人々は儒教に惑わされている。プロテスタントの伝道パンフレットにはそのように書かれていたそうだ。それで広州伝の心をわしづかみにしたわけだね。キリスト教に限った話ではないが、宗教は誰かを勧誘する際、現状への不満を焚きつけることが多い。
あなたがうまくいかないのは〇〇のせいだ、みたいな感じで勧誘するわけだね。現状に不満を持つ者が集まりやすくなるからな。何度も科挙試験に失敗した甲州前は、まさにそういった人であった。そして世を騒がす大反乱まで突っ走るわけだね。甲州前の抱えていた負のエネルギーには、凄まじいものがあったと言える。彼はかつて老人に言われたことを思い出した。世界を救え、だっけ？甲州前はその老人こそが、唯一真やハウェだと確信した。いや、それは夢か幻なのでは。こういったことはある意味神一重なのかもしれない。イスラム教の開祖マホメットは、メッカ近郊のヒラーさんにて声を聞いたと言われている。その後マホメットはそのことを妻ハディージャに話し、イスラム教を創始した。そして巨大なイスラム帝国を建国したね。甲州前は独自の廃上帝会を組織した。上帝とは唯一真やハウェのことで、イエスはその長男、自分自身はその次男であるという。甲州前はその上帝会を巨大組織にしたわけだね。国家と呼べる規模にしたと言ってよいだろう。だが当然最初から急に大きくなることはない。むしろ最初は疎まれた。マホメットも最初そんな感じだったね。甲州前は当時私塾を経営していたのだが、孔子の位牌を片付けると生徒がいなくなってしまったという。孔子からは逃れられないと思っただろうね。凄まじい挫折感だっただろうな。その後甲州前はふるさとを離れ、親戚を頼って江西省に旅立った。甲州前は旅に出たのであった。しかしあまり成果は出なかったようで、一度江東に戻っている。ここで甲州前は廃上帝会の教義を練り直すのだが、彼は中華を作ったのは上帝であり、行や春などの伝説の帝も上帝を敬っていたのだとした。もうめちゃくちゃじゃないか。そして上帝に対する信仰が薄れたために、人々はお互いに憎しみ合い殺し合っているのであって、上帝への信仰を取り戻せば太平な世を取り戻せると説いた。なお太平な世というのは、行や春の時代のように、家が開けっぱなしでも誰も盗みに入らないような時代であるという。それって儒教が理想視した社会なんじゃ。どれだけ憎んでも、儒教の思想が身についてしまっていたんだろうな。そしてこれを見てもわかるように、甲州前の創設した上帝会は、既存のキリスト教とはかけ離れている。果たして上帝会はキリスト教の一派だったのか。そもそもキリスト教とは、って話になってきちゃうよね。この転身にいた宣教師たちの間でも意見がかなり割れたようだ。1847年、甲州前はバプテスト派の宣教師であるイッサカルの元を訪ねている。バプテスト派って確かプロテスタントの一派だったね。1840年に起きたアヘン戦争後、外国人居留地での布教活動を神は認めていた。基本的には布教禁止だったね。甲州前はイッサカルに対し、これまで起こったことを話したという。そして甲州前は洗礼を受けたいと申し出るのだが、イッサカルはその申し出を却下した。やっぱりと言うべきか。甲州前はイッサカルの元を去り、再び江西へと向かう。どうやら甲州前はこの頃何人かの信徒を獲得していたようで、その中に風雲山という人物がいた。この風雲山は2000人を超す信徒を獲得したようで、上帝会は一気に大規模な組織となっていた。一人で2000人の信徒を集めたのはすごいね。信徒のほとんどは発火であったようだ。風雲山は金殿という場所で布教活動を行ったのだが、この地域には拠り所のない人々が大勢いたという。なんとなく初期キリスト教を思わせるね。貧困と宗教は切っても切り離せない関係にあると言える。既存の社会には受け入れられなかったもの、寄る辺のないものにとって、自分たちを受け入れる存在は魅力的だ。神は何者をも拒まない、か。国や人々は自分たちを見捨てた。そう思った人間が頼れるのは神しかいない。神だけは自分を見放さない。だが実際の入信動機は食べるためだったと言われている。この地域の人間にとって、飢えは現実的で恐ろしい危機だった。甲州前は天上書と題された教義を作成していた。その中で甲州前は、上帝の恵みにより衣服と食物が与えられる、と述べている。食べ物をくれるのかい？この点は後に出来上がる太平天国にとって非常に重要になる点だ。ここで少し、部族と農民反乱についての話をしよう。超古代から現在にかけて、常に中華は世界人口のかなりの割合を占めた。
常に世界人口の何割かは中華領域に住んでいたんだよね。中華では時々人口爆発が起こるのだが、何らかの理由で人々がまるで食べられない状態になることがある。何らかの理由とな？干ばつやイナゴなどの天災の場合もあれば、政変や戦争などの人災の場合もある。例えば隋の末期では野党や山賊などが溢れ、農村部を散々に荒らし回って略奪を繰り返した。農民たちは税が納められなくなり、土地を捨ててる族と化す。隋末期の軍閥は流族出身者が多かったね。諸葛孔明や大公望と並び、武病実徹に選出された刀剣国の孔信李積などは、もともと流族の棟梁だった人物だ。詳しくは、武病実徹、を見てね。先ほども触れた秦将五孔の乱や黄巾の乱も、流族を吸収して大勢力となった。その流れで言うと太平天国もかい？圧倒的人口を要する中華では、飢えに悩む人の数も桁違いだ。朝廷会はそのように飢えに悩む人々を集めて大きくなっていったと言える。でもそんなにたくさんの食料をどうやって集めたんだい？朝廷会には、税庫、と呼ばれるシステムがあった。これは収穫物や財物などを一度税庫に入れ、皆に分配するという制度である。まるで共産主義じゃないか。非常に近い面があったと思うな。後に様々な面で無理が出たことも含めて。やっぱりそうなるのか。朝廷会が一気に大きくなったのは、楊修成という人物の活躍が大きかった。この人物は朝廷をその身に憑依させ、その言葉を人々に伝えることができたという。シャーマンに近いのかな？ポイントなのは朝廷会は農村部及び山間部で起こったということだな。これらの地域ではシャーマニズムは盛んで、人々もそれほど抵抗なく受け入れたようだ。思えば卑弥呼様みたいに多くの人々をまとめ上げたシャーマンも歴史上いたわけだしね。21世紀でも地域によってはシャーマンが大きな力を持っていたりするぞ。シャーマンの言葉は神の言葉。楊修成の言葉は以降、朝廷会で神の言葉となった。まるで文明の起こりを見ているようだ。太平天国の乱が他の農民反乱と一線を画するのは、その規模だけではなく、そのシステマティックさにあった。なおこの時シャーマン的な役割を果たしたのは、楊修成だけではなく、小長期という人物もそうであった。むしろ当初は小長期の方が熱い信任を得ていたと言える。シャーマンは一人だけではなかったんだね。シャーマンたちはたびたび朝廷の言葉を人々に伝えた。いわく、公衆禅は天から派遣された天下万国の神主である、と。そのために朝廷は公衆禅に平権を与えたのだ、と。何でも朝廷の言葉にできてしまうじゃないか。それがシャーマニズムというものだ。そして古代の王権は概してシャーマニズムから発展した。あらゆる地域でそうだったね。そしてあらゆる地域に救世主思想がある。あるいは願望と言っても良いかもしれない。朝廷会は救世主思想と結びつき、その勢力を急速に拡大させていく。公衆禅は救世主というわけだね。公衆禅は次第に皇帝制度に批判を加えていくことになる。いわく、もともと人々は朝廷を廃しており、始皇帝以降悪の端緒が開かれた、と。宗教的権威を皇帝権の上に置こうとするのは、キリスト教の影響なのかな？中世ヨーロッパでは、王や皇帝はローマ教会の支配下にあったからな。ある意味公衆禅は西洋の制度を中華に輸入してきたとも言える。しかも中華に合うような形で、あるいは人々の不満に応えるような形で、アヘン戦争敗北後、人々の中に皇帝に対する失望と不満が生まれたと言える。戦争に負けたわけだからねー。さらに多くの漢民族は、女神族に支配されている現状をよく思ってはいなかった。皇帝は朝廷を冒涜している。公衆禅の主張は、女神族に不満を持っていた人々との親和性が高かったと言える。一見めちゃくちゃそうに見えるけど、それが刺さる人は多かったということだね。見方を変えると西洋的価値観と東洋的価値観のぶつかり合いでもあった。三皇五帝をも超える唯一無二の存在である皇帝と、世界を創造した唯一真の存在は、決して共存などできぬのだ。その相入れぬ価値観同士が化学反応を起こしたのが、太平天国の乱であったと。でも、真はその活動を放置していたのかい？この段階で一度、朝廷会の中枢とも言える風雲山が捕まっている。しかし朝廷会側が賄賂を役人に渡したため放免にされたという。
敗しているね。また後ほど触れるが、真の役人の腐敗ぶりは相当なものだったんだ。なので知識人階級が汚職役人に抗議して納税を拒否する交換と呼ばれる運動が頻発していた。役人の汚職が頻発するようになったら、その国はもうダメだね。汚職は新たな汚職を生んで、最終的には取り締まる側まで腐敗するからな。箱の中に一個でも腐ったリンゴがあると、腐敗が広がって全部腐ってしまうのと同じか。国家権力による腐敗は、止める者がいないので止まることがない。抑制が効かなくなるわけだね。朝廷会は、そのような汚職国家に反発する人々をも吸収していった。でもよくそれを維持できたね。宗教組織にはよくある構造だが、朝廷会も信徒による寄進で持っていた。すべての財産は神のものであるという概念から、私有財産制などは否定され、すべてが聖庫に収められた。それを分配する形を取ったわけだね。当然の成り行きとして、朝廷会はあらゆる団体との圧力を生んだ。そしてそれに対抗するために、朝廷会は武器などを調達し始めたようだ。だんだんと武装集団になっていったわけだね。その資金はどうやら信徒が財物などを売って調達していたようだな。朝廷会の軍事部門を取り仕切っていたのが、赤達会という男であった。この人物は軍事的才能に恵まれていたようで、朝廷会はあらゆる抗争に勝利したようだ。力こそパワー。そして起こったのが、金殿蜂起、である。ついに蜂起してしまったのかい？秦国の軍隊と朝廷会は激突し、朝廷会はこれに勝利した。国の軍隊に勝つのかよ。こちらもまた後ほど触れるが、腐敗の蔓延により秦の軍隊はどうしようもないほど弱体化していたんだ。やっぱり汚職はダメだね。国を滅ぼすね。この時点で朝廷会は2万人を超す大組織になっており、弁髪を切って秦への反乱の意をあらわにした。弁髪といえば女真族の風習だったね。女真族は漢民族に、自らの風習である弁髪を強制した。漢民族からすれば、屈辱の象徴だったわけである。それを切り落とすということは、秦への宣戦布告であったと言っても過言ではないだろう。でもなんで急にそんなことになったんだい？周辺の様々な組織と武力衝突しているうちに、秦も朝廷会を放ってはおけなくなった。具体的にいつの頃からかは不明だが、光州前は秦の軍隊と戦う準備をしていたようだ。1851年1月、このような形で太平天国の乱は始まった。一体どこに向かっていくというんだ？太平天国、という名称が具体的にいつから使われ始めたのかはわかっていない。しかし歴史では、この時点から太平天国が起こったとされる。太平天国とは一体何だい？組織かい？それとも国かい？難しい質問だな。それは太平天国の乱をどう扱うかという問題に直結していると言える。太平天国は整備された軍隊という側面を持っていた。軍事力があったわけだね。文字通り国家クラスのな。1851年8月、太平天国軍と秦軍は再び激突した。そして太平天国は再び勝利している。どうして官軍が勝てないんだ？ここで少し秦の軍団について触れておこう。秦の実質的な建国者であるヌルハチは、八旗制度を確立した。これはもともとバラバラだった女真族を、八の木のもとに再編成した制度で、女真族の他にも蒙古八旗や肝心八旗も存在していた。詳しくは、ヌルハチを見てね。ヌルハチの時代、八旗制度はよく機能していたと言える。しかし秦が中華帝国になると八旗は特権階級化してしまった。特権階級は腐敗化しやすい。ちょうど同じ時期のオスマン帝国でもイェニチェリ軍団が特権階級化し、国の軍事力が弱体化してしまった。特権階級になるとどうして弱体化するんだい？太平天国との戦いはそのわかりやすい例だと言える。敵陣で一発銃声が響けば兵たちは驚き慌て、誰かが負傷すると全軍が退却しようとする。太平天国との戦いにおける秦の軍団は、そのようなありさまであったという。ダメだこりゃ。実際太平天国が少し攻撃しただけで逃げ出す兵士が多数だったようだな。世界最大の人口を誇る国の官軍がそのありさまなのか。その上司令官同士が互いに足の引っ張り合いを行った。味方の部隊が太平天国の軍団と交戦しても、
救援の兵などを送らず、劣勢になっても見捨てていたようだ。汚職が蔓延しすぎるとこうなっちゃうんだな。汚職に対する唯一の対処法は、それが蔓延する前にその芽を摘み取ることだ。秦という国は、その点を失敗したのだ。秦の軍団を撃破した太平天国は、永安州に向かった。進撃を始めた太平天国。1851年9月、太平天国は永安州の占拠に成功。光州前はこの地にて太平天国の体制を整えた。どう整えたんだい？功績の大きい5人の人物を王、とした。風雲山は南王、楊州星は東王、小長期は西王、異章期は北王、石達海は翼王といった具合だ。異章期という名は初めて出たねー。多額の寄進を行い、財政面で太平天国を支えたようだな。光州前の地位はどうなったんだい？帝を名乗れるのは上帝だけ、という理念があったため、光州前は天王、を名乗った。じゃあ6人の王が誕生したわけだね。なお6人の王は上帝の子とされ、長男はイエス、次男は光州前、三男は風雲山というように、王たちは兄弟とされた。独特すぎる世界観だ。また、太平天国はかなり厳格な軍事制度を持っていた。秦将出伐は徹底しており、戦功や過失などはかなり細かく記録されていたようだ。査定制度があったわけだね。その査定によって、昇天堂に至った時の官職が決まると光州前は宣言していた。昇天堂ってなんじゃい？そのあたりは正直曖昧だ。大事なところは曖昧にする。順当に考えれば新国家を樹立した際の地位だろうな。また、太平天国は永安州にて多数の出版事業を行い、天歴と呼ばれる新たな歴まで作ってしまった。歴？明代以降、一世一元の姓が採用され、皇帝と元号は一致するようになった。新たな暦を作るということは、それを真っ向から否定しようとしたことを意味する。反乱というよりも国家樹立に近いね。なので太平天国を他の農民反乱と同列に扱ってよいのかという議論が起こる。目指していたのは果たして新国家の樹立か、それとも革命だったのか。太平天国はここで内部粛清を断行する。どこかで見たような流れだな。光州前を含む6人の王は、容赦なく反対派を処刑した。後の共産主義を思わせる行動だね。あるいは毛沢東は光州前に習ったのかもしれない。そのあたりの話はまた後ほどしよう。太平天国は北に向かい、再び秦の軍団を撃破した。秦は連戦連敗じゃないか。太平天国は全州を攻撃し、秦の守備隊を壊滅させる。だがその後太平天国は義勇兵に敗れ、その戦いで風雲山は死んでしまった。官軍には勝ったのに義勇兵には負けたのか。義勇兵の存在は、太平天国を語る上で非常に重要になってくる。その後太平天国は同州を攻略し、しばらく滞在することになった。そして1852年9月、調査を強襲する。調査といえば毛沢東が学生時代を過ごした年だね。三国志が好きな人には甲虫が優美の仲間になった年としての印象が強いかもしれない。太平天国による調査強襲は失敗に終わり、小長期が戦死してしまう。6人の王のうちすでに4人死んでしまった。その後太平天国は学習を攻撃し、陥落させることに成功する。学習がどこだかわからない？現在の湖南省にあった都市だ。そして学習を攻略するや、中華南方最大の都市である南京に向けて進撃を開始した。進撃の光州前。南京への進撃を開始した太平天国は、1853年1月に武将の占領に成功する。辛亥革命の時に武将蜂起が起きた年だね。ここで太平天国は、秦の役人や兵士に対して殺戮を行っている。そしてその殺戮は秦の関係者に限定されたようだ。秦という国への深い憎しみを感じる。太平天国にはかなり厳しい戒律があった。基本的に略奪は禁止したし、住民への虐殺などもってのほかだった。一方秦の軍団は当たり前のように略奪を行っていた。官軍が一体何をやっているんだ。後に武将で蜂起が起こったのも、そういった秦の軍団の行動と無縁ではないだろう。略奪にとどまればまだいい方で、秦の軍団は平気で住民を殺害したという。腐らせるなんてレベルじゃない？一方太平天国の軍団は、
富裕層からは金品を徴収したが、貧しい者には逆に財産や食料を与えたという。まるで共産主義。もし兵士が略奪を行おうものなら、その者は公開処刑されたという。太平天国が巨大になっていった背景には、このような事情があった。あらゆる面で秦の軍団がひどすぎる。滅マン交換？いつの頃からか太平天国は、それを大義名分として掲げるようになった。満州族を滅ぼして、漢民族の国を起こすってことかな？儒教を憎しみ、各地で孔子像の破壊を行った孔子伝だったが、その主張は儒教の基礎をなす怪思想そのものだった。加賀人改め漢民族こそが世界の中心であるという思想だね。儒教を否定しながら儒教の根本原理である怪思想を持ち込んだこの考えは、多くの人に受け入れられるものではなかった。そもそも矛盾しているもんね。この矛盾は致命的だったと言える。多くの漢民族、特に知識人階級はその矛盾を嫌った。史上最大の英雄大戦と呼ばれる三国志の時代であっても、中華は名士社会であった。名士とは儒教の知識を持った知識人階級のことだね。古代から近代に至るまで、その根本は変わっていない。それが最も現れていたのが科挙であったと言える。どこまで行っても儒教なんだねー。孔子伝が儒教に攻撃を加えれば加えるほど、名士たちは太平天国から離れていくのである。だがそれでも太平天国に参加する者は増えていった。そしてそのことが様々な問題を引き起こす。どんな問題を引き起こしたんだい？純粋に食料は足りなくなるし、規律を守らない者も増えてくる。太平天国は巨大化するにつれ、それを維持するのが困難になっていった。似たようなパターンを何度か見た気がする。武将を占拠した太平天国は住民からあらゆるものを収奪していった。美しい娘は強制的に孔子伝らの高級に入れられ、命令に従わない者は一族ごと処刑していった。暴落にも程がある。このような暴挙は後に太平天国にとって不利に働くことになる。1853年2月、10万を超える太平天国軍は武将を出発し、南京に向かっていった。いつの間にかそんな大規模になっていたのか。南京はかつて三国志の一角である呉の都が置かれ、明を建国した朱元璋が本拠地とした都市である。言うまでもなく朝貢流域における最重要都市の一つで、この都市を支配する意味は大きい。文字通り南の都なわけだもんね。太平天国は武将で収奪した財物を周辺の農村にばらまいていった。農村部において太平天国に参加する者は増えていく。そして国家戦力クラスの兵力にまで膨れ上がったわけだね。その上武装も秦の軍団と遜色なかったという。太平天国が侵攻してくるや秦の軍団は逃げ出していった。ひどい話だ。太平天国に下る都市も多く、南京までは順調に進むことができた。そして南京もあっさり陥落した。中華南部最大の都市がかい？南京にいる秦の軍団は、まとめてアヘン中毒者になっていたらしい。そういえばアヘン戦争の後だった。まともに動ける者は一目散に逃げ出し、南京の防衛機能は実質的に停止していた。どうやら最も勇敢に戦ったのは八旗の兵士の妻たちだったようで、勇敢に弓矢で応戦したようだ。だが奮戦虚しく南京は陥落し、勇敢に戦った女性たち数千人は全員処刑された。慈悲も何もない。太平天国は八旗とその家族を徹底的に殺害し、万単位の人々が虐殺されたという。秦という体制への深い恨みを感じる。ここからの太平天国の動きはなかなかに複雑だ。南京を攻略した太平天国には、やることが山積みであった。秦とも戦わなきゃならないしね。秦よりも厄介な敵がすでにいたのだが、その話をする前に、太平天国の外交面の話からしよう。南京が陥落したことを、当然諸外国も知っていた。傍観していたわけだね。秦に力を貸す理由もないしな。イギリスにしてもフランスにしても、太平天国がキリスト教を前面に押し出していたところに当初可能性を感じていたようだ。中華にキリスト教国家が樹立されるかもしれないわけだね。イギリスもフランスも、代表を太平天国の本拠地となった南京に送っている。だが結論から言えば両国と太平天国の交渉は決裂した。ポイントは三位一体、であった。
神とイエスと聖霊が一体とする説だね。遥か昔、ローマ帝国時代に開かれたニケア公会議において正当と認められた教義だ。詳しくは、ニケア公会議、を見てね。公衆前は自らを上帝の息子とし、イエスを兄とした。これは三位一体と反するため、英仏には受け入れられなかった。言ってみれば、異端、なわけだね。その上公衆前は中華思想を前面に押し出しており、公衆前の考える上帝会は英仏の認識しているキリスト教とはかけ離れていたわけだ。つまり儒教社会からもキリスト教社会からも拒否されてしまったわけだね。これは太平天国にとって致命的であったわけだが、公衆前はその重大さにまるで気づいていなかったようだ。歴史にもしはないが、もし英仏がこの時太平天国を支援していたら、中華の歴史は大きく変わっていただろう。中華にキリスト教国家が誕生していたかもしれないのか。その上日本よりも先に近代化に成功していた可能性もある。公衆前はいわば独学でキリスト教について学んだ。なので英仏がどのようなキリスト教観を持っているのかまるで知らなかった。イギリスとフランスでもだいぶ違うけどね。最終的に決め手となったのは、太平天国が英仏の上に存在するような概念を持ち出したことだったと言われている。つまり中華思想だね。どれだけ反発しても、公衆前は儒教やその根底にある中華思想からは抜け出せなかった。染みついていたんだろうね。結局英仏ともに太平天国には味方もしないが敵対もしないという態度に落ち着いた。英仏はこの内戦を傍観することにしたのだ。英仏が内戦に干渉しないなんて珍しいね。まあ、この3年後にアローゴー戦争を引き起こすからな。そういえばアローゴー戦争と太平天国の乱は同時並行的に起こっていたんだったね。南京を攻略してすぐに、太平天国は北伐と征西を開始した。北伐とな？秦の中央政府のある北京に向けて進軍したのさ。一気に敵の本拠地を叩くんだね。指揮官には林鳳章と李海鳳という治安族の出身者が選ばれた。治安族？中華最大の少数民族とも言われる人々で、初期の上帝会には治安族出身者がかなり多かったようだ。太平天国の北伐軍は、大きな抵抗もなく河南省まで進むことができた。中原、と呼ばれた地域に入ったんだね。秦の軍団は太平天国の北伐軍を迎え撃つが、例によって大敗した。一度でいいから見てみたい、秦が太平天国に勝つところ。太平天国は北伐の過程でかつて宋の都があった開放を攻めたが、これは落とせなかった。秦は勝利した。太平天国の北伐がどの程度計画的であったのかは、現在でも議論のあるところで、どういうわけか北伐軍は北京に直行しなかった。ほう。太平天国が北京を目指していると知った時の秦はパニックに陥り、北京から逃げ出すもので溢れたという。あの勇猛だった女神族はどこに行ったんだ。もし太平天国が北京に直行していたら、北京は陥落していたという意見もある。しかし太平天国の北伐軍は北京には向かわず、北京近くの天津に向かった。アローゴー戦争の後の天津条約が結ばれた年だね。そのことからもわかるように、太平天国の天津攻略は失敗に終わった。ここで林鳳章は南京にいる公衆前に援軍を要請したようだが、使者が秦に捕まってしまい、南京にその要請は届かなかったようだ。太平天国にも陰りが見えてきたね。武将陥落の前後、あるいは南京攻略後、太平天国軍は明らかに変質した。それ以前の太平天国軍は厳しい規律のもと、住民に危害を加えるようなことはなかった。北伐軍はそうではなかったんだね。北伐軍は複数の住民虐殺事件を引き起こしている。そのこともあり、華北の人々は太平天国に対して敵害心を持った。かつて南京を攻略した時とは対照的な構図となったのである。住民の協力なんかもあったんだったね。それが南京を陥落させられた要因とも言えたが、華北では住民の協力が得られなかった。一方秦の軍団は相変わらず指揮官同士が対立していた。この国は、一方太平天国内部でも不和が起こった。この点については後ほど触れるが、そのため北伐軍も援軍がままならなかった。不穏な空気が流れ始めたねー。最終的に勝敗を決めたのは、冬将軍、だった。あのナポレオンをも倒した最強の将軍かい？
太平天国は南方の出身者で構成されており、北方の寒さに不慣れであった。そのため十分な防寒対策ができておらず、多くの将兵が凍傷になってしまったのである。冬の寒さを舐めたらあかん。その上北伐軍は食糧不足に陥った。周辺住民の協力を得られなかったわけだもんねー。結局北伐は失敗し、林鳳章は秦の軍団に捕らえられて処刑された。一方清々も北伐と同時期に行われていた。多方面戦争を敢行したんだね。世界史において、多方面戦争を敢行した例は多数あるが、成功した例は片手で数えられるほどしかない。それこそモンゴル帝国軍とか一部だけだね。清々の目的は食糧の確保にあったという。南京を攻略したことで、太平天国はより大量の食糧確保に迫られた。そこで長江一帯から食糧を確保し、南京に運び込む必要が出てきたのだ。食糧イズとても大事。清々軍は秦の兵站基地を重点的に攻撃し、周辺の村落や諸都市からの効能を募った。その際各地の孔子像を破壊することは忘れなかったという。どんだけ恨んでいるんだ。清々の目的は食糧の確保にあり、拠点を攻略しても食糧を得ると太平天国軍はすぐに引き返していった。場当たり的というかなんというか。ただ、翼王の地位にいた関田使いは、安慶を攻略すると防衛拠点として整備している。この人物だけは何かが違うね。関田使いは、統治、を目的としていて、住民の税額も秦の時より低い水準にしたようだしな。元帥、やっほい、元帥、わっほい。関田使いはその後露州を陥落させ、湖北へと進出していくのである。そして登場したのが宗国藩である。真打ち登場って感じだね。宗国藩は甲州前とは対照的な存在だった。1811年に湖南省で生まれた宗国藩は、1838年に科挙に合格して官僚になる。甲州前が高熱を出した頃、宗国藩は科挙に合格していたんだね。1853年、秦は宗国藩を断連大臣に任命した。断連？自衛的民兵組織のことだ。役割としては治安の維持。だが宗国藩は独自に軍団を形成し、将軍を結成するのである。そんなことが許されたのかい？この天秦の立場はかなり曖昧だったと言える。漢民族に力を持たせたくはないが、太平天国は抑えたい。そして女神族で構成された官軍は機能を停止している。宗国藩の作り上げた将軍をどのように評価するかは難しい。この点教科書では将軍のことを宗国藩が湖南で組織した共有としている。共有とは何だい？一言で言えば地方の有力者が組織した義勇兵となるな。中華の歴史にはしばしばそういった例があり、三国志の孫権や劉備などもそれに近いだろう。つまり軍閥だね。だからこそ秦の態度は曖昧だった。共有に力を持たせすぎれば軍閥となって中央政府に牙を剥く可能性がある。故に宗国藩は自力で軍団を結成しなければならなかった。太平天国をどうにかしろ、ただし我々は手を貸さないってことだね。そして実際どうにかしてしまったのが宗国藩だったわけだ。宗国藩は食糧軍人を採用せず、農民を集めて訓練を施した。そして科挙に何度も落第している知識人階級を将校として採用したようだ。本当に一から作り上げたのか？宗国藩の軍団では規律が重視され、住民への略奪や暴行などは禁止された。当たり前のことだけどね。この時期の秦ではその当たり前が当たり前ではなくなっていたのだ。また、秦から権限は与えられても一切援助などはなかったようで、宗国藩は食糧の確保にかなり苦労したらしい。食べ物がなければ兵は養えぬ。なので宗国藩は主に寄付に頼っていたようだな。そんな軍団ある？また、宗国藩は太平天国に対抗するためには水軍の整備が必要であると確信していた。だがそのための費用がなかった。一体どうする気だい？宗国藩は重税を課し、それでも足りない分は借り入れという形にした。その結果将軍は完成し、太平天国との戦いに乗り出すのである。そして宗国藩は太平天国の清々軍と戦い、完膚なきまでに敗北した。いきなり敗北しだー。あまりの惨敗ぶりに、宗国藩は実施しようとしたぐらいだ。なんか勝てそうな雰囲気だったのにね。
だが太平天国の側で起こった不和をついて、なんとか勝利することができた。太平天国側も不和か。特に古参と新たに入ってきた者との間で不和が広がっていたようだな。あらゆる組織に見られる現象だね。1854年7月、将軍は太平天国の支配下にあった学習の奪還に成功した。そして10月には武将の奪還にも成功するのである。太平天国側は次々と重要拠点を失っているね。しかし1855年になると太平天国側も石達会を中心に反撃に出るようになり、波陽湖で行われた戦いでは太平天国が圧勝し、総国藩は再び実施しようとした。波陽湖といえば、明の覇権が決まった戦いが行われた場所でもあるね。勢いを取り戻した太平天国軍は、そのまま武将の再奪還に成功する。一進一退の攻防を繰り広げているね。一方南京の雲行きは怪しかった。先ほども触れたように、6人の王のうち4人が死んだわけだが、特に象徴期の死は太平天国のバランスを大きく崩したと言える。象徴期は、領袖生と共にシャーマンの役割を果たしていたんだったね。だが象徴期が死んだことで、領袖生が絶大な力を持つようになる。領袖生の言葉は神の言葉になるわけだね。なのでその力は甲州前をも超えていたと言える。太平天国には、天賦化盆、と呼ばれる儀式があった。これはシャーマンを通じて神の言葉を伝える儀式であったのだが、ある時甲州前に対する情景が申し渡された。太平天国のトップが罰せられたのかい？天賦の言うことは絶対だ。甲州前はそれを受け入れ、杖で50回叩かれたという。その後も、天賦によるお告げ、はエスカレートしていった。天賦の言葉を伝える領袖生の地位は上がっていき、太平天国における行政及び軍事権を握ってしまった。やりたい放題だな。そして起こったのが、天慶事変、である。天慶？太平天国は南京のことをそう呼んでいたのだ。この事変の結論を言えば、絶大な権力を握っていた領袖生が死んだ。殺されたのかい？実行したのは北王の地位にいたい正気だったが、命じたのは甲州前であった。粛清したわけだね。殺したのは領袖生だけではなかった。領袖生の配下であった約6000人の将兵を捕らえて一箇所にまとめ、爆薬を投げて一気に殺したのだ。全員味方だった人たちだろうに。この容赦のなさは後の毛沢東に通じるところがある。詳しくは、毛沢東、を見てね。甲州前はこういう部分に関しては徹底していた。領袖生と少しでも関係があった者は容赦なく殺された。遺体は長江に投げ捨てられ、数えきれぬほどになったという。どうしてそうなった？領袖生の殺害を知った石達会は奮撃した。彼は実行犯だった衣装機を非難したのだが、衣装機は石達会の家族を皆殺しにしてしまう。なぜそうなる？このことに怒った石達会は、安慶にて衣装機討伐軍を起こし、最終的に衣装機は殺害されてしまった。一体何のための争いなんだよ。結局石達会は太平天国から離脱し、独自に真の軍団と戦うことになる。これが、天慶事変、のあらましである。6人いた王が、甲州前以外全滅かい？石達会は1863年まで生き延びるが、太平天国からいなくなったという意味では全滅と言って良いかもしれないな。なおどうやら衣装機を殺害したのは甲州前だったようで、その首を石達会の元に送ったと言われている。非常だね。甲州前は天慶事変後、新たに5人の人物を五軍首相とする新体制を作り上げた。今度は王じゃなくて将軍にしたんだね。後に王になるんだがな。天慶事変後の混乱に乗じて、総国藩は武将を奪還しており、太平天国軍に対する殲滅作戦を実行していた。さらに真の軍団も江南大英と呼ばれる拠点を再建し、南京に圧力を加えた。かなり危機的な状況だね。だが新たに五軍首相となった陳玉成と李秀成の活躍もあり、江南大英は壊滅。逆に真の軍団を撃破して領袖の占領に成功している。あの状態から立て直したのか。ちょうど秦は英仏との間にアロー号戦争も抱えていたからな。そして再び太平天国軍と将軍の一進一退が始まることになる。その過程で総国藩の弟である総国家が戦死するなど、戦いは泥沼化していった。
お互いに痛みを伴う戦いになったね。だがその状況も、1860年にアロー号戦争が終結すると一変する。キリスト教は異教よりも異端に厳しい。三位一体説に異を唱える公衆禅は、キリスト教国家から見れば異端以外の何者でもなかった。アルビジョは十字軍みたいに、異端とされて滅びるまで攻撃された例もあったねー。公衆禅はどれだけ非難されようと考えを変えず、アタナシウス派ではなく、ニケア公会議で異端とされたアリウス派が正しいと主張した。イエスを人とする説だね。これはもう決定的だったと言える。1860年に清と英仏の間に北京条約が結ばれると、英仏は太平天国との交渉を打ち切ったのだった。一方将軍は太平天国の拠点であった安慶を包囲していた。現在の安徽省にある都市だね。結局1861年9月に安慶は陥落。その直後に露州も陥落し、太平天国の勢力は大きく後退することとなった。これは厳しいねー。そのような状態の中で、公衆禅は国の名を、上帝天国、に改め、一月も経たないうちに、天府天気天王太平天国、に改めている。完全に迷走している。このような状態の公衆禅を、人々は見捨て始め、兵団の指揮者である有力者たちは半ば独立し始めた。なおこの頃には王号は乱発され、五軍首相はもちろん、王と名のつく者が2000人以上もいたという。称号のインフレーションが起こったわけだね。そのため指揮系統は崩壊し、かつて見られたような厳格さはなく、まるで野党のように各地を荒らし回るようになる。そして1861年、清の皇帝である漢方帝が死んだ。その結果清の実権を握ったのが清太后である。ついに清太后の時代に差し掛かったか。清太后の父は役人で、おそらくは太平天国が原因で死んだと見られている。詳しくは、清太后、を見てね。清はイギリスと結び、太平天国の殲滅に取り掛かった。イギリスは、上将軍、と呼ばれた部隊を投入し、太平天国との戦争を開始した。これは厳しすぎる。さらに総国藩の部下であった李鴻章が組織した Y 軍も投入され、太平天国は四面楚歌となった。後に北洋軍の主力となる部隊だね。それでも太平天国軍は上将軍の指揮官であった王道を戦死させるなど、力の限り抵抗を見せた。大英帝国の指揮官を戦死させるとは。しかし新たに指揮官となった郷敦のもと、太平天国軍は次々と撃破されていくのである。世界最強の国を敵に回してしまうとは。明らかに外交政策の失敗だと言えるな。1862年5月、南京攻防戦が始まった。ついに太平天国の本拠地が攻められるわけだね。五軍首相の一角である李修正の活躍により、南京は包囲されつつも陥落は免れていた。しかし公衆禅は南京の包囲網を解かせるために、李修正に将軍を引きつけるよう命じた結果、食料不足に陥り大損害を出してしまう。これには公衆禅が李修正の台頭を恐れるあまり、わざとその指揮下の兵士を失わせようとしたという説がある。そんなことはありえるかもしれない。公衆禅はこの時期常に疑心暗鬼に苛まれていたようで、人を見てはお前は反落しようとしている、と叫んでいたそうだ。すでに正気とは思えない。フランス革命中のロベスピエールもそうだったが、人を処刑しすぎると、最終的に疑心暗鬼になって誰も信じられなくなるんだろうな。詳しくはロベスピエールを見てね。すでに太平天国側の戦意は高くなく、中には李鴻章に降伏する者たちもいた。すでに体制は決した感があるね。なお李鴻章は降伏を申し出た将兵を皆殺しにしてしまったという。降伏さえも許さないのか。太平天国に関する一切を殲滅する気だったようだな。1863年の暮れには上州が陥落。最後の要とも言える李修正はそれでも南京に戻り、公衆禅に南京を脱出して生き延びるよう進言した。しかし公衆禅は、私は天下万民ただ一人の新種だ、何を恐れることがあろう?と言ってその進言を却下したという。とても正気とは思えない。それでも南京は何とか持ちこたえたが、周辺拠点をことごとく制圧されたため、食料が尽きてしまった。すると公衆禅は、マナを食え、と言い放ったという。マナって旧約聖書の出エジプト記に出てきたあれだね。
公衆電話線路と表現したようだがな。詳しくは、出エジプトを見てね。公衆電話あたりに生えている雑草を指して線路といい、これを食べれば食料不足は解消すると叫んだそうだ。それからほどなくして公衆電話病に倒れて死んだ。死んでしまった。陳はこれから天上に登り、天上天平を得て天慶を守る。それが公衆電の最後の言葉であったという。なんと言えばいいのかわからない最後だね。公衆電の死の翌月、将軍は南京の城壁の爆破に成功した。獣と化した将軍は南京にて容赦のない略奪と殺戮を行い、老若男女問わずその対象となった。この時将軍の兵士たちは笑いながら幼児を殺害したという。総じて新川が下道すぎる。太平天国の乱における犠牲者の数は正確には不明だが、2000万人を超えていたと言われている。規模が巨大すぎて想像がつかない。戦争や病気、飢えなどによる犠牲者も多かったが、秦の八旗や将軍、Y 軍が殺戮した数も相当多かったと見られる。武将蜂起が秦滅亡の契機になったのは、決して偶然ではないだろうね。太平天国の乱が終わると、西太后は何よりも恐竜の力を抑制することを優先した。これから先秦はいくつもの危機を体験するのだが、西太后は決して漢民族に必要以上の力を渡さなかった。そのため李鴻章が軍艦を建造しようとすると、自らの誕生会に流用したのである。詳しくは、日清戦争を見てね。西太后の力により、太平天国後秦は50年以上も政権を維持し続けた。この状態で何十年間も権力を維持し続けたんだから、西太后の力は凄まじいな。ある意味太平天国の乱の影響が本当に出始めたのは秦滅亡後かもしれない。秦滅亡の原因となった辛亥革命の中心人物である孫文は、公衆電の強い影響を受けた人物だ。孫文がかい？広東省生まれの白家出身でキリスト教徒。公衆電と孫文に共通する部分だ。詳しくは、孫文を見てね。辛亥革命の前後で公衆電及び太平天国の乱の評価は大きく変わった。太平天国は反満州族の革命の第一歩であった。満州族とは女真族のことだね。これは断言できないが、公衆電と太平天国は毛沢東に大きな影響を与えたと思われる。いくつか共通しているところがあるよね。天朝伝歩制度、という言葉がある。教科書にも出てくるねー。男女の別なく土地を均分し、余剰生産物は国家に納めさせるとした。教科書では天朝伝歩制度についてそう記述している。成功に納めさせてから分配していたんだったね。実際それがどの程度実現できていたかは議論がある。そして実現できていたかは不明であるが、これは共産主義の考え方に近い。近いというかもうそのものだね。中国共産党は、天朝伝歩制度を地主による封建的な土地所有制度を否定した革命綱領であったと高く評価している。その上で太平天国を農民革命の始まりであったともしている。かなり高評価なんだね。今の共産党の理念に近いからなのか、それとも今の共産党の理念が太平天国に倣ったのか。太平天国の乱は、今の中華人民共和国の源流である可能性があるのか。それを断言することはできないが、その可能性は否定しきれるものではない。果たして太平天国はどのように評価すべきなのか。冒頭の問いに戻るわけだね。中華でたびたび起こる農民反乱の系譜か、それとも革命の端緒だったのか、東洋文明と西洋文明の融合か、それとも洋文明が起こした摩擦だったのか。結局上帝会は儒教からもキリスト教からも否定されてしまったねー。もう一歩踏み込んで、果たしてキリスト教とは何なのか、正統と異端とは何なのか、ローマカトリックから見ればプロテスタントは異端だが、プロテスタントから見ればローマカトリックはいたんだ。そうやって何百年も戦争していたねー。このあたりのことは、残念ながらここで決着がつくことではない。なのでここから先は、太平天国の乱が世界史に与えた具体的な影響について見てみよう。見てみよう。恐竜の存在が大きくなったことは、太平天国の乱の直接的な影響だと言えるだろう。具体的には宋国藩の作った将軍と李鴻章の作った Y 軍だね。特に李鴻章の Y 軍は先ほども触れた通り北洋軍の大元となった。
北洋軍は八旗に代わり真の軍事力として機能し、日清戦争の時に大日本帝国軍と戦ったのも北洋軍であった。西太后は北洋軍をうまく抑えたが、西太后が死ぬと清は北洋軍の力を抑えられなくなる。遠征外だね。遠征外は李鴻章の死後北洋軍の実権を握り、ついには清を滅ぼすに至った。西太后が危惧していたのはこういうことだったんだろうね。清は過去の中華の歴史を徹底的に研究し、外戚や宦官の台頭を抑えてきたが、太平天国の乱の勃発によって、軍閥の台頭を抑えきれなくなったと言える。五冠が黄巾の乱の勃発で軍閥を抑えられなくなったのと同じだね。その遠征外は最終的に皇帝を名乗り始めたわけだが、皇帝こそ名乗らなかったものの、公衆伝も自己に都合の悪いものを排除し、圧倒的な独裁体制を築いたと言える。誰よりも儒教を否定し、皇帝を否定した公衆伝だったが、その枠組みからは逃れられなかったとも言えた。結局太平天国はそのことを知らしめたのかもね。孫文ですら独裁以外で中華領域を維持し続けるのは不可能だと思っていたようだしな。実際2022年現在に至るまで、中華はその枠組みからは逃れられていないと言える。多党的民主主義とは根本からして合わないのかもね。それは西洋文明と中華文明の根本的な摩擦だとも言えるだろうな。ある意味では太平天国の時代からずっと続いていることなのかもね。最後に太平天国滅亡後の様子について語ろう。当初太平天国の中心となっていた6人の王の中で、太平天国の滅亡を見届けられた者はいない。皆滅亡前に死んでしまっていたか。太平天国から離脱した翼王こと石達海も、1863年に食糧が尽きて秦に降伏し、処刑された。最後まで食糧問題に悩まされたね。天朝伝補制度は、結局機能しなかったと言われている。こういう形は結局どこかで破綻するんだろうな。未だかつて人類が作り上げた国の中で、所得の再分配を完全に達成できた国はない。共産主義国家の多くは為政者に圧倒的な富が集まったわけだが、太平天国においても公衆伝や一部の幹部たちに富が集まっていた。結局そうなるんだよな。だがその蓄積された富は、将軍が持っていってしまったようだな。そして太平天国の幹部たちは、片っ端から秦に捕らえられ、片っ端から処刑された。太平天国のことは絶対許さないし。結局太平天国という集団も、上帝会という宗教組織も、地球上から存在が消えてしまった。果たして太平天国とは一体何だったのか、といったところで今回の動画は終了だ。チャンネル登録して、次の動画も見てくれよな。チャンネル登録していってね。